はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと車内からオープニング携帯で撮っておりますんで、普段とねちょっと画質が違うんですが、普段は事前に撮影伺う際はもちろんご連絡を入れてるんだけど、いや今ねちょっとこう撮影に行こうと思って出て、今日ね全然決まってなかったんですよ。決まってなくて、何食べたいかなって改めて考えた時に、家系ラーメンが食べたいなと。でしかも新しいところじゃなくて、今まで行ったところ、あのラーメンがもう一度食いたいと思って、神奈川のね自宅から本日はつくば訪れております。で僕の動画でもね食べた家系ラーメン、つくばにある家系ラーメンといえばもちろん熊戸屋さんでございます。今日の撮影はねちょっとお盆ギリギリの期間なので、さっきもねちょっと1時前ぐらいにお店通った時にはもうめちゃくちゃ混んだんですよ。なのでご迷惑にならないようにね、そっから1時間時間を空けまして、ただいま時刻14時でございます。それでもまあちょっと混んでるとは思いますし、突撃っていう形なので、まあいつものようにねとんでもない量とかではなくて、まあ、ちょっとね楽しめる、ご迷惑にならない範疇で食べていこうと思います。それでは営業もですね14時45分までなので、早速ねお店の方に向かってラーメン食べていこうと思います。ということでですね、熊田屋さんに着きましたというか、すいません、もうですね食べ終わっております。さすがにねちょっとお盆中ってこともあって、お店もねかなりお客さん賑わっていて忙しそうでしたので、今回はですね黙食動画として撮らさせていただきました。で本日ねいただいたのはチャーシュー麺、これに海苔とほうれん草をダブルでトッピングした後に味ネギ丼とねご飯とセットで注文させていただきました。いつもと違ってね正面からの定点映像、32歳手前のおじさんがね一心不乱に美味しくねチャーシュー麺を食べてる映像になってしまっているんですが、あらかじめねご了承いただきまして、今回の動画見ていただければと思います。それではね実食シーンへどうぞ。ありがとうございます。森田のほうれん草ダブル。はい、ありがとうございます。よし。お前ないじゃないの。お前やった。
射程。Thank you.